お世話になります。ひとりでございます。新しく配布の情報が入りましたので、今回はその情報を共有させていただきます。今回はまた、海外のポケモンプレイヤーズカップっていう、多分対戦の大会でしょうね。それを記念して、配布が行われるとのことです。今まで散々あったパターンですね。いや、つうか、この日本パターンが一回もないのなんでだよ。ポケモンの母国、我が日本で。まあいいけどさ。で、配布期限は8月2日の月曜日までということで、3日間しかないんで、まあ急ぎ目でやった方がいいですね。まあ、この情報多分3時か4時くらいに出たと思うんですけど、まあそれに合わせてね、私ちょっと遅いけど、わざわざ6時に起きてこんな時間に起きるのなんて YouTuber にとったらまあないでしょうね。まあ頑張ってるんで褒めてください。まあそれはいいとしていきましょう。やり方について不思議な贈り物から、不思議な贈り物を受け取るですね。それでシリアルコードで受け取るでいきましょう。シリアルコードは PC4F1NALSBEAST ということで PC4 ファイナルズビーストということですね。 PC4 ってのはプレイヤーズカップ、4ってことか。でそれでファイナルでビーストはちょっとよくわからんと。まあいいよ。 OK、 はい、これで確認しています。電源を切らないでください。切らないよ。贈り物を探しています。はい、来た。ウルトラボールですね、プレゼントということで。ちょっと寂しいけど、まあまあもらえるからね、喜ぼう。みんなでちゃんとこういうのをありがたがって、ちょっと今更感はすごくあるけど、もうすごくはしゃごうよ。無料なんだから、ただなんだから。ポケモンユナイトやってる人多いと思うけど。はい、ということでウルトラボール1個受け取りました。ウルトラボールとかね、おしゃぼの中では結構、まあ、剣立てではゲットしやすい方だとは思いますけど、まあおしゃぼですから、まあゲットしといて損はないと思います。ただもう今更このボールをどっかで使うとかはもうないのかな。もうダイパリメイクとかさ、ポケモンレジェンズアルセウスとかに行っちゃったら剣立てに戻ることはないのかもわかりませんけどね。まあでも逆に、新しいソフトに行くからこそ、今のうちにね、剣立てで、まあ準備しておくってのもいいと思います。けどね、私はわざわざ疲れてるのに早起きしてまで手に入れましたので、皆さんもやりましょうよ。そんな体を売る僕の仕事こそ YouTuber です。